なりたいです。今から3年前、この会場でそう誓ってくれた子どもたちがいました。その子どもたちは今中学生になり、あの時の誓いを胸に精一杯生きていることと思います。会場にお越しの皆様の中には、毎年赤川花火大会を楽しみに足を運んでくださっている方も多いかと思います。24回続けてきたこの大会ですが、たった一度開催自体を検討したことがありました。実行委員会では2011年の3月11日に起きた東日本大震災で、同じ東北に住み家や家族を亡くした人たちがいる中で、例年通り開催していいのかと迷いがありました。こういう時だからこそ開催しなければならない。我々にできることは何なのか。同じ地域東北を元気にするために行動し、勇気、希望といった心の支えとなる心の支援も大切だと考え、開催とともに希望の光プロジェクトを立ち上げました。希望の光プロジェクトでは、宮城、福島、岩手と3年にわたり震災に遭い、修学旅行も中止になってしまった5、6年生を中心に花火大会に招待しました。笑顔にしてあげたい、そんな思いから始めた希望の光プロジェクト。今年は子どもたちの招待こそありませんが、被災した全ての子どもたちに届くよう希望の光玉を打ち上げます。復旧の支援は必要と考え、赤川花火は心の支援を続けていくことを誓います。復興に勇気、子どもたちに笑顔、そして東北に未来を。希望の光が子どもたちに届きますように、一日も早い復興を願います。